はい、どうぞ。なあ、もう皆さんどうも。いや、今本当に困ってるのはイスラエルとパレスチナ問題ですね。これ非常に根が深くて難しいです、今回は非常に大きい。もう避難する人も大変。本当にガザ地区ね、ハマスもえらいことしたということもありますけども、やはり正当な理由もあるんだということをグテーレスが言っておりますけどもですね、いや本当にですね、これは大変な思いがあると思いますね。その中で、まあ、イランの動きも注意しなきゃいけません。イランもですね、こそこそこそやっぱりアメリカの大使館とかいろんなところに、よその国を使って動いているというのは出てますね。アメリカはもうこれ見据えてると、イランがバックについてるんだということが分かってきたので、反撃するぞと、イラン許さんぞということが、ね、今出ております。新聞にも出ておりますけどもですね、イランがバックについてるのはですね、ちょっと見えてきてるんですね。危ないです。これアメリカが本気になったらこれ危ないですよ。またアメリカに、よく思ってない国が多いです。中東はですね、本当に対アメリカという感じがあるんですね。ですから、本当に、ユダヤの、ね、イスラエル国家ということがですね、しっかり冷静になってですね、世界的に脅威をしなければいけない、そう思います。もうイスラエル、アラブという、ね、対アラブという問題だけじゃないんです。世界にとってもこれは重要な問題なんですね。冷静になってこの国連という舞台で過ちを犯したということもあります。反省もしなければいけないことがいっぱいあるんです。そういった世界的にこれを話して、国連の場、そしていろんなところがですね、これを冷静に、そして一番イスラエル国家自身もこれは冷静にならなきゃいけない、やっぱりね、無理もあるんです。そして、まあ、申し訳ないけどハマスもですね、まあ、冷静になってほしいと思ってもなかなか難しい。そういった本当にね、今回のイスラエルそしてパレスチナ紛争というのはこれをでかい、大きい、これを機会にですね、できる冷静になってですね、冷静になって考えていかなければいけない。そして日本もですね、これを、ね、対岸の火事とは言わず、これを冷静になってですね、国際社会の中で役割を果たす責任があると思いますね。そういう時に日本をどうする、しっかりしろと、日本の立場、日本の過去の問題、歴史問題ですね、そういったものもしっかり検証しなければいけない時に来ていると思います。非常に重要な時代に入っていると思います。皆さんもぜひですね、このパレスチナ問題のもう前にですね、この日本の歴史観、国家観というものをですね、どういうものか、この政治家が無頓着、政治家も勉強していない、こういうことも含めてですね、本気になって考えていかなきゃいけない。子どもたちのためにもこの歴史、国家観、ね、そして世界観というものもですね、これはもう世界観ですね、国家観というよりも世界観というものを示せる本当の真剣な政治家を発掘していかなければですね、これはね、もう本当に、大変なんです。そういった意味でもこの日本保守党、これも本当に応援していかなければいけない、そういう時代に入っていると思います。皆さん頑張っていきましょう。ありがとうございました。お願いします。